傭兵は古代より存在していた職業です。長い歴史を持つだけに大きな功績を残した伝説的な傭兵もいます。西ローマ帝国を滅亡させたゲルマン族の傭兵隊長だったオドアケル。1万8000人余りのテュルク族を皆殺しにし、80年間アテネを支配したカタルーニャの傭兵、中世のヨーロッパで無敵と言われたスイス人の傭兵などが有名です。現代に至ってはジュネーブ条約によって傭兵が戦闘員や戦争の捕虜として扱われなくなると、外人部隊という形で傭兵を保有する国家が現れ始めました。代表的なものとしてフランスやスペインの外人部隊などがあります。特に外国人で構成されたフランスの外人部隊はフランス軍内でもエリート部隊として位置づけられています。本日の話は傭兵と外人部隊の中でも過去より戦闘民族として名を馳せ、現代でも最高の傭兵と評価されるグルカ兵についてのお話です。グルカ族はネパール中西部の山岳地帯に住むモンゴル系の少数部族です。彼らは世界最高の高山地帯を有するネパールの特性上、心肺機能が一般人よりはるかに高く、身体能力にも長けています。実際にグルカ族の傭兵は過去に無敵と言われたスイス人の傭兵に匹敵するレベルだと言われ、優秀で抜きんでた傭兵であるという評価を受けているのです。現在イギリスの外人部隊を中心にインド、ブルネ、シンガポールなどで傭兵として活躍しています。ネパールの収入源のトップ3がヒマラヤの観光業と違法薬物、そしてグルカ兵の収入と言われているほどです。グルカ族はイギリス軍が傭兵として雇った後、戦争と戦闘の現場で優れた活躍を見せたことで全世界に知られるようになります。しかしグルカ族とイギリスはもともと敵対関係にありました。1814年にネパールのグルカ政府がイギリス東インド会社の領土だったインドの国境地域を侵犯する事件が発生すると、イギリスとグルカ族の間で戦争が勃発します。イギリス軍は戦争の序盤では圧倒的な武力を持っていたにもかかわらず、グルカの軍人たちの活躍と険しい地形に苦戦を強いられます。特にククリと呼ばれる曲がった短剣を使って最新の銃器で武装したイギリス軍に飛びかかるグルカ族の勇猛さと高い戦闘力はイギリス軍に強い印象を残しました。それがどれくらいかというと、グルカ族は砲撃で頭部が吹っ飛んだ状態でもイギリス軍に向かって剣を振り回したとか、銃弾が降り注ぐ戦場でククリのみを手にして自分に向かってきたという話がイギリス軍の間で流れたほどです。にわかには信じがたい話ですが、当時イギリス軍の兵士たちがどれほどの恐怖を感じたかがわかるエピソードですね。実際にグルカ族は卑怯に生きるくらいならいっそのこと死を選ぶという信念を持っています。戦場で命を懸けて戦い、捕虜として捕まった場合は自ら命を絶つほどでした。しかし結局は武力の差を克服することができず、1816年イギリス軍に敗北することになります。グルカ族はイギリス軍と戦う際には昼食をとる時間に戦闘を中止したり、イギリス軍のティータイムの時間に攻撃をしない配慮をしたり、戦争の終盤にはお互いに負傷者たちを治療し合ったりするなど親交を深めました。そのおかげもあり、1816年イギリスは平和協定を結び、グルカ族を傭兵として雇うことになったのです。この時からグルカ兵の歴史が始まったということですね。それ以降グルカ族はイギリス東インド会社の傭兵としてセポイの乱を鎮圧するために投入され、1878年の第二次アフガン戦争にも投入されて大活躍します。特にアフガニスタン地域は山岳地形で構成されており、他の外人部隊は苦戦しましたが、グルカ族はそうではありませんでした。グルカ族の活躍を見たイギリス軍は大勢のグルカ傭兵を派兵し、これによりアフガニスタンの首都カブールを容易に占領することができたのです。グルカ兵は第一次世界大戦と第二次世界大戦の時も大きな活躍を見せましたが、この時の目覚ましい活躍によって彼らは世界最高レベルの傭兵という評価を受けることになります。第一次世界大戦の時期には20万人を超えるグルカ兵がイギリス軍と共にヨーロッパ戦線に投入されました。特に塹壕戦でドイツ軍の砲撃が降り注ぐ中でも、イギリス軍や他の外人部隊員とは違い、道端に倒れたイギリス軍の同僚を救うためにひるむことなく塹壕から飛び出していくほどでした。このような姿はイギリス軍のみならず敵側のドイツ軍陣営にも強い印象を残しました。第二次世界大戦の時からは本格的に従軍記者たちが活躍し、グルカ兵の活躍ぶりが広く知れ渡るようになります。グルカの傭兵たちは至るところで戦闘に投入されました。北アフリカではエルヴィン・ロンメルが率いるドイツ国防軍を相手に戦い、東南アジア戦線では日本の帝国軍を相手に戦いました。
特にイギリス軍は優れた名将ロンメルに力で押され北アフリカ戦線で苦戦を強いられていたのですが、グルカ兵たちはそこでも素晴らしい活躍を見せます。当時あるイギリス軍の将校は軍の戦車軍団にグルカ兵が配置されたと知り、野蛮人が戦車を運転してはいけないと言ってグルカ兵たちにスコップで塹壕を掘るように指示を与えますが、馬鹿にされたグルカ兵たちが独断で夜にドイツ軍の基地を奇襲し敵の首を取ってきたこともありました。ドイツアフリカ軍団の将兵の間では毎晩基地に奇襲をかけ、将兵たちの耳や首を切り裂く恐怖の存在として認識されました。またグルカ兵は東南アジア戦線でも大活躍を見せます。ビルマの戦いでは決死の覚悟で戦う日本軍に対しイギリス軍は非常に苦戦を強いられましたが、グルカ兵は慣れない地形のジャングルの中でも勇猛に戦いました。特にラッチマングルンという第8グルカ連隊第4大隊所属の2等兵はビルマ最前線の前哨基地で日本軍の中隊約200人から奇襲攻撃を受けましたが、砲弾で右腕と右目を失い顔面と右足を負傷した状態でも左手で小銃を持ちながら一人で31人の敵兵を射殺し時間を稼ぎます。ラッチマングルンの活躍により後方にいたイギリス軍の小隊は無事でいられたのです。ラッチマングルンは1945年軍曹に特別昇格しビクトリア勲章を授与されます。しかし片腕と片目を失いこれ以上軍人として服務することが不可能だったため曹長に特別昇格した後除隊することになります。さらにグルカ兵が通常受け取る年金ではなく正式なイギリス軍の特別階級に準じた年金を受け取れるようになりました。1990年にはグルンの功績が再び注目されるようになりエリザベス2世から賞が授与され2000ポンドの追加年金そしてイギリスの特別市民権を与えられます。ビクトリア勲章は第一次世界大戦から現代に至るまでイギリスの陸海空軍合わせて1000万人に及ぶ将兵たちの中で約1300人しか受賞していない貴重かつ最上級の勲章です。第二次世界大戦当時グルンを含めたグルカ旅団の中だけでも8人のグルカ兵がビクトリア十字章を受けました。日本刀を掲げて玉砕覚悟で向かってくる日本軍を相手にグルカ族はくくり一つで対峙し、実際に一人で日本軍の兵士15人を殺したくくり兵も存在したほどです。グルカ族の活躍は従軍記者を通じて報道され、イギリスを相手に戦争を繰り広げていたドイツ軍や日本軍を恐怖に陥れました。第二次世界大戦が終わり多くの植民地が独立する中でイギリス軍の外人部隊のほとんどが解体されましたが、グルカの傭兵部隊だけは解体されず現在でもイギリス陸軍で2個大隊の規模のレベルを維持しています。1947年にはイギリスとネパールの間で協定が締結され、それまで不平等な待遇を受けていたグルカ兵は正式に兵を募った上でイギリス軍内に配属されることになりました。世界大戦が終わった後もグルカ兵は戦闘が勃発するために派兵され大活躍をします。1962年イギリスの保護領だったブルネイで共産主義者の反乱が起こると、シンガポールに駐屯していたグルカ兵が急遽派遣され反乱を鎮圧し、1982年にアルゼンチンがイギリスのポートランド諸島に侵攻し戦争が勃発した際にはアルゼンチン軍の一部がグルカの大隊が来ると聞いて逃げ出したり戦わずに降伏したりもしました。現代でも彼らの活躍は続いています。2010年にはアフガニスタンに派兵されたというディプラサットパン臨時軍曹が一人で30人のタリバンを相手に15分間一歩も引かずに戦い3人を殺し多数の負傷を負わせて小隊を死守することに成功したのです。その功績により制定されて以来50名しか授与されなかった CGC 勲章が授与されます。ステータスが高い分待遇も良いのでグルカ兵はネパール国内でも夢の職業と呼ばれています。1997年にはイギリス軍と同じ額の給料をもらうことになりましたが、依然として福祉と年金の金額には大きな差がありました。しかし2005年からは年金も9万円に上昇し、グルカ兵として一定期間以上服務すればイギリスの永住権ももらえるようになりました。所得がイギリス軍の兵士と同じと言いますが、一人当たりの国民所得が1200ドルを少し超えるレベルのネパールからすれば、平均的な給与の16倍に相当するほどの非常に高い給与に該当します。グルカ兵として兵役を全うして故郷に戻ると、ネパールでは富裕層になり、お金の心配をせずに暮らすことができるのです。競争率の高いことで有名な日本の司法試験とは比較にならないほど、毎年数百倍の競争率を誇っています。
グルカ兵は17歳から21歳まで入隊試験を受けることが可能で、身体検査だけでなく数学と英語の試験、そして面接まで受けます。超エリートの大学生たちがグルカ兵の試験に受かろうと躍起になっています。首都カトマンズだけでもグルカ兵の試験準備のための大規模な予備校が20カ所もあります。元グルカ兵が運営する有名な予備校の場合、受講料が月3000円ぐらいするのですが、ネパールの現地では富裕層でない限り捻出するのが難しい金額です。また身体能力は十分であっても数学と英語の点数が振るわず試験に落ちるケースが非常に多く発生します。ネパールの田舎では義務教育さえまともに行われていない地域が多いからです。もし田舎町からグルカ兵を輩出するようなことがあれば、まるで日本の田舎町でオリンピック選手が出た時に町の人たちが横断幕を掲げるように村人を呼んで宴を開くこともあります。グルカ兵の試験のプロセスは、まずグルカ兵出身の面接官が毎年秋に地域を回りながら予選を行い、基本的な健康状態と体力をチェックします。ここで募集人数の2から3倍に当たる人数を選抜し、予選を通過したメンバーはポカラにある歩兵所に入所し、15日間かけて最終試験が行われます。入所する際には家族や親戚たちが応援に集まり、熱い声援を送りながら見送るのです。最終試験では数学や英語の試験の他にも様々なテストが実施されます。ここでハイライトとなる試験はドコレースと呼ばれる体力テストです。25キロの石を詰めたドコと呼ばれる伝統的なカゴを頭につけて、ネパールの険しい6キロの山道を走り抜けるテストです。2キロを10分で走破していき、最終的に30分台前半で走破できなければ合格圏内に入ることができないくらい非常に難易度が高い試験です。万が一全ての試験をパスしても最後に選ばれる人数は少ないので、最終的に抽選までして選抜されることになります。抽選で運よく最終選抜に残れば、イギリスの女王に対する忠誠誓約をしてイギリス本土に渡って8ヶ月間の訓練を終えた後、晴れてグルカ兵になるのです。イギリス以外にもシンガポールやインドでグルカ兵を募集していますが、シンガポールの場合はイギリス軍のグルカ選抜試験に落ちたメンバーを上位から順に採用します。抽選で落ちたほとんどのメンバーはシンガポールのグルカ兵に志願します。シンガポールのグルカ兵の年俸はイギリスよりは低いですが、それでもネパールの労働者に比べればはるかに多く稼げるので、いい職場とみなされているのです。インドでもイギリスやシンガポールに比べたらずっと低い給料ではありますが、ネパールの平均賃金よりは高い水準です。2018年の北アメリカ首脳会談の際にはシンガポールのグルカ兵が配置されて話題になりました。最近ではイギリス軍のグルカ兵に比べて入隊の難易度が低く、イギリス軍に比べてより高い給料に幅広い福祉制度が備わっているフランスの外人部隊が SNS を通じてグルカの人たちの間で知れ渡るようになり、フランスに志願する人が急増しています。2020年のコロナパンデミック以降、ネパールの経済を支えてきたヒマラヤの観光業が大きな打撃を受け、ネパールの若者たちが成功できる道はグルカ兵か海外での就職しかない状況なので、競争率はますます激化しています。現代でもイギリス軍がグルカ兵を雇う理由は戦闘力が優れているという理由だけでなく、安い賃金で優秀な兵士を得ることができるからです。しかしある意味ではイギリスの国防費が外国に流出しているも同然であり、21世紀に入って人権問題が取り沙汰されるにつれて、月給や福祉水準もイギリス本土の軍人と対等になったため、安い賃金というメリットがなくなってきています。そういった中でイギリス国内でもグルカ兵を保持することに反対する声が上がってきています。それでも歴史的な背景もありますし、現実的に見ても国の防衛にはかなり大きく貢献してくれるので、今後も維持されることでしょう。グルカ兵についてのお話、今回はここまでです。